はい、貯蓄マニア主婦のなおです。私の簡単なプロフィールを紹介します。年齢は28歳、職業は保育士で、趣味で FP 産休を取得しました。最大年収は750万円で、結婚2年目の同級生夫婦です。夫婦でサイドファイヤーをするのが夢です。今回のテーマは20万円以上損失、外貨建て保険を解約した理由についてお話ししていきたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。私は22歳から27歳までの5年間外貨建ての生命保険に加入をしていました。加入したきっかけはですね、22歳の頃にお金を勉強をしようと思って法銀行のマネープラザっていうところを訪れたことがきっかけでした。マネープラザにはファイナンシャルプランナーの方がいて、すごくいろいろ詳しく教えてくれる場所があるんですよね。マネープラザでですね、資産は貯金と投資、保険3つに分散することが大切だっていう風に FP の方にお話をされました。そのため私も、まあ今ある資産をその3つに分けていこうというふうに考えて、そのうちのね、1つ保険ということで外貨建てのものに加入することに決めました。そこで私はその時にNISAで5000円、外貨建て保険に1万円毎月積み立てることに決めました。NISAはその時積み立てNISAっていうのがなかったので、その普通のNISA口座を作って毎月ね、分散して投資することにしました。まあ、その時の私は若かったこともあり、勉強してなかったこともあり、手数料をかなり取られることになるとは知らずにね、加入しましたね。結局NISA口座も銀行の窓口でやっぱり開設すると手数料がかかってしまうので、いろいろもったいなかったなって今では思ってます。それでは私が加入してしまった外貨建ての生命保険は何かっていうことをお話ししていきたいと思います。私が加入したものはメットライフ生命の積み立て利率変動型終身保険というもので、スヌーピーの絵が描いてあるものでしたね。22歳から55歳まで1万円ずつ貯めていくっていうスタイルのものでしたね。ちなみに加入した動機についてなんですけれども、万が一自分がね、死んでしまっても大切な家族に資産を残すことができて、生きていても元本よりも増えている可能性のある商品に魅力を感じてしまったっていうところですね。手数料が取られて運用利回りがちょっと低くなるっていうところまで、そこまでね、頭が回ってないというか、私もその投資っていうものはよく理解してなかったので、はい、そういうことになりましたね。じゃあ逆に解約しようって思ったきっかけはっていうところなんですけれども、投資系の本を読んだりとか、私ファイナンシャルプランナーの資格を取ったんですけれども、その時に資格勉強をするうちにだったりとか、あとは両学長さんの動画とか見て、結構ねすごく詳しく解説されてたんですけども、やっぱり長い期間資金を拘束されるのに、手数料のために利回りがとっても低いっていうことですね。で、自分で運用した方が高い利回りが見込めるっていうことに、その時にやっと気づいたんですよね。なので勉強してみてやっと分かったっていう感じですね。もちろん保険がね、必要な意見っていうのもやっぱりあるとは思いますけれども、我が家は総資産がもう1500万円を超えていることと、生活防衛資金を多めに備えているんですね。そのこともあり、旦那さんのみが生命保険に入っていればいいのかなっていう風な話になりました。2人で生命保険に入っている必要はないかなっていうことで、旦那さんが、私も出産これから、今お腹に赤ちゃんいるので、出産したら収入が減っていくので、旦那さんがね、主な稼ぎ頭にはなるので、旦那さんが生命保険に入ってればそれでいいかなっていう感じになりました。やっぱり大切なのは、投資と保険は一緒にせずに別で考えるべきですね。我が家は現金を多く備えて、保険は本当に最低限でいいかなっていうスタイルを取ることにしております。
なんかやっぱこの外貨建ての生命保険とかってすごい、ね、中身の薄い投資信託っていう風に言われているので、そうできるだけ別でね考えるべきかなっていう風に思ってます。掛け捨ての方がねやっぱり保険としての能力を発揮するみたいなので、やっぱり入るとしたら掛け捨てがおすすめですね。我が家はちなみに生活防衛資金を400万円確保した上で、まあ、現在投資に夫婦で約20万円を毎月回してますね。200万円ずつ生活防衛資金旦那さんと私で用意していて、そう、その、まあ、余剰資金20万円を投資に回しているっていう形になってますね。だから保険をやめても投資は結構ガンガン続けているっていう感じですね。サイドハイヤーが目標なので、今後もコツコツ無理のない節約をしながら、まあ、支出を抑えて投資をどんどんね継続していきたいなっていうふうに思います。やっぱり出産とかすると今みたいに20万円投資に回すっていうのはだんだん難しくはなるかなと思うんですけれども、まあ、10万円とか、まあ、できるだけはね投資は少しでもやり続けていきたいなと思ってるので頑張りたいです。今後シミュレーションしてみたんですけれども、毎月10万円積み立てていって利回り 4% として見ても20年後には3667万円になります。今20万円損したところで将来的には継続した方が無駄になってしまうということになるので、まあ、解約に踏み切れましたね。まあ、今回損失した20万円はもうあの勉強代だなっていう風にもう割り切って悔やまずに幸せなね未来のために今後行動していきたいなっていう風に思います。まあ、失敗してしまったことをいつまでもくよくよ引きずってても仕方ないかなと思うので、じゃあその失敗した経験を生かして次はどうするべきなのかっていうところを考えていきたいなっていう風に思います。まあ、悩んでいる時間はねちょっともったいないかなと思ってますね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。過去の動画にもお得な情報だったりとか、節約方法だったり、家計簿公開だったり、お金に関することを投稿してますので、よかったら参考にしていただけたら嬉しいです。いろんな意見も欲しいので、コメントなどもどんどんお待ちしております。皆さんともね、たくさん関わっていきたいなって思うので、ぜひぜひお願いします。それでは、バイバーイ。